こんにちは、ジャズドラムの黒田和義です。今日もご視聴感謝します。ありがとうございます。それではですね、今日から、今日はですね、ハイハットについてちょっといろいろ皆さん分かってないところが多い生徒さんがいたので、ハイハットの構造について解説しますね。ハイハットっていうのはこのようになってまして、こう踏むだけね、踏むとこれが動くようになってるんですよ。で、ここにまあバネがついて、これの調節するとこのバネの強さが調節できますが、まあ、ほとんどいじらないです。で、大事なのはですね、このここを外したところのこの部分、これね、こう片付けるときはこのように分解してもらって、ここネジになってるんで、ここ外すと缶オケと言われるあのね、ケースの中にうまく入りますんで、で直すときは必ずバラバラに分解せずに、これはちゃんとここに止めておいて、これとここのこいつはちゃんと止めておかないとなくしちゃいますからね、このような構造になってます。で、この棒ね、棒がこの踏むと上下に動くようになってるんですね。で、ここの構造をちょっとよく見てもらうと分かるんですけど、非常に単純なね、このバネがついてて、このネジがついてるんですけど、これを巻いていくと、こうほらほら、こう上がってくるでしょ。これ何かっていうと、これをこのプレートでこいつを斜めにしたいわけですよ。で、この上に、まあ、シンバルを乗せるためのマッフルがあって、でもこれは大概の人は自分の向こう側に置きます。で、向こうが上がってくるからね。で、ハイハットはこれをただ乗せてるだけなんですよ。で、シンバル奏者はこういうシンバル奏者のやつ見たことあるじゃないですか。こういうのってまっすぐ叩くとこうバフって言っちゃうので、ちょっと斜めからこう当てるんです。これを物理的に作りたいというわけなんですよ。なので、ここがこう上がってると、手前が上がってるより向こうが上がってる方がっていうことなんで、こうなってます。ただこっちにネジがついてて、向こうが上がり下がりする、こうテコの原理でっていう高級品がありますが、そこまで毎日いじるものでもないのでと思います。で、この棒にクリップで止めてあるだけなんですね。で、ハイハットの高さどれぐらいにした方がいいかっていうのをよくまあ聞かれたりするんですけど、これまあよく言われるのは指2本分です。で、このハイハットってオープンクローズにした時に、この上側の音だけが鳴ると、あんまりハイハットらしくなくて、やっぱ上下が鳴ってなきゃいけない。つまりこれ斜めにしてあるから、上が揺れた分下にこれで伝わって、ちゃんと両方鳴らなきゃいけない。だから開けすぎるとあんまり良くないですね。こういうのもこんなに開ける必要はないですよね。なのでハードロッカーとかによくあるんですが、もう最初から上だけが鳴らない高さにしている。そうするとこうまあ変な音は鳴らないってことなんですが、これジャズやってると困るんです。ジャズは踏んで音量出すんで、これだと全然音量が足りない、振りかぶれないからね。だからやっぱりこれぐらい開けておかないと、ハイハットっていうのは使いにくいですね。僕らも全然使いにくいです。だからまあファンクなんかの人なんかもこのこの音量いりますからね。だからこのハイハットを踏むっていうスタイルのバンドにはやっぱり必ずこれぐらいの長さ、この距離を空けておかないとうまくいかないですね。で、まあ菅沼幸三さんとか、に、まあ、僕も教わってたことがあるんですが、彼の中にも言われたんですが、やっぱりこうコントロール、いろんな音がコントロールできるっていうのがやっぱプロであって、ハーフ音符しか音が鳴らないようなハイハットを使ってるようではプロとは言えないよって言われて、あ、そうですねと思って、僕その時にまあジャズもやってたので広めに比較的広かったですが、しっかり開くように、しけあえて練習するようになりました。あとはですね、ハイハットの構造としてはちょっと難しいところで、あまり皆さんがよく分かってないところがここなんですね。ここの頭のネジ、
ここのネジね、これってどうなってるかというと、ここが2つでこう、この場所を自由なところで止めれるようになってるんですね。だからこれはあの下のネジがここで止まるようになってるんで、このどっちもただのネジだとギュッと押さえつけちゃうでしょ、これを。そうするといくらこうふわふわのものがあったとしたとしても、ギュッて押さえつけちゃったら音って響かなくなるじゃないですか。だからちょっと緩んである状態っていうのを作ります。で、有名なのはこれ、ゆるゆるにしておくと、ゆるゆるにしてこういうここがゆるゆるになってると、でここのネジを高めにしておくと、いわゆるトニー・ウィリアムスのこういう、こういうハイハットの、たまに映像で見てなんだこれやと思われる方、別に難しくないです。踏み押さえきらずにこっち側をものすごく大きくして、ここをゆるゆるにして、こうやってすれば別に技術でも何でもなく勝手に揺れ始めますから、これ、やってみたい方はぜひこれで練習してみてください。ちょうどいい、これだとちょっと僕もゆるゆるで嫌なんですけど、こういうのをあの使って、あのなんだあの人なんかすごい上手い感じがするっていうのはね、あの得ですからね、やっておくといいかと思います。ハイハットの構造でしたね、ここ。あとこれちなみに手前にしてるとパンって叩いてポーンって飛んでったことが今までありまして、必ず叩かない場所に持っていくっていうのもこれは大事なことでございます。ここの緩みと、まとめますと、あとここのネジと、でここの、高さですねっていうものの、ご自分の、一番今やってる音楽で大事な部分で、調整していただければいいなと思います。というわけで以上でございます。ためになったなっていう方はぜひいいねボタンを押していただいて、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。こういった、ちょっとした、ドラムとかジャズとか音楽とかいろんなものの気づきなんかをお送りしている毎日お送りしているメールマガジンがありますので、よければ、詳細欄から登録していただけたらと思います。本日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。